ブリーラブリー超ラブリー、どうも始まりました。見てください、こんななんか今にも動き出しそうな格好で私今日は始まりましたけども、今日はですね、皆さんにおすすめなトレーニングをちょっと教えられたらなというふうに思っております。フィギュアスケートやってるとどうしても前ももとか横ももを使いすぎちゃって足がこう大きくなっちゃったりとかするんですけど、やっぱ外国の選手とか見てるとちゃんと、まあ、骨格もあるかなとは思うんだけど、ちゃんとお尻がキュッて上がって、で前と横じゃなくて後ろにほごって筋肉がついてて、すごい綺麗な足をしてるんですよ。でやっぱそれって一般の人も憧れてる足だと思うんですけど、で一番一般の人もその気になるのってお尻のたるみだと思うんですよ。まず一つ目皆さんにお教えしたいのは、そのお尻がキュッて上がるようなトレーニング、上がるためのトレーニングをお教えしたいと思います。筋力を上げて筋肉を動かすこと、ちょっとアプローチしてあげることで、そのなんだろう、血液がしっかり回って代謝も良くなったりもするし、やっぱお尻って本当にサボったらサボった分だけ下がってくるじゃないですか、と年齢もう。それは私も結構太ったら顔とお尻につきやすいタイプだから、どうしたらいいんだろうと思った時に、よく見るポーズのトレーニングに少しアクセント加えたら、めちゃくちゃその一番刺激を入れたいところに入ることが判明して、それはちょっと結構毎日やってるので、皆さんもちょっとそれをやってもらえたらいいかなと思います。これがまあ基本的なプランクだと思うんですけど、肩の真下に肘が来るように整えたら、この手のひらの位置はそのまままっすぐでグーでこう押さえてもらっても OK だし、手を組んでもらっても大丈夫。私は結構この手を組んだ方がバランスが取りやすいのでこれやっていきます。でこれで普通のプランクするのも結構きつかったりするんですけど、ここにカエル足っていうのを加えていきます。そうすると私が言ってたそのお尻に一番入れたいところに入ってくるんですよ。でちょっと膝を、まあなんか肩幅ぐらい、肘の真下ぐらい一直線上に膝を開いてもらって、でそのままかかと、つま先ちょっと開いてかかとをつける、こういうトレーニングに慣れてない方はこの状態でだいぶお腹に負荷がかかってくるかなと思うんですけど、でこの時に背中が丸まったりとか落ちちゃったり反りすぎちゃったりしないように、しっかりとお腹に圧を感じながらまっすぐ、ここがまっすぐなるように整えたら、しっかり合わさってる足のかかとをグッと押さえつけながら膝を浮かしていきます。そうするとここのお尻の付け根の部分にめちゃくちゃキューンっていう感覚があると思うので、それを感じたらもうバッチリです。はい、でこの持ち上げるためにさっき言った背中反ったり丸まっちゃったりするとまた違う負担がかかってしまうので、必ずお腹に負荷をかけてまっすぐになるように整えてもらいます。で膝を浮かせるのはすごい上げなくて大丈夫です。本当に1ミリ2ミリ上がってるかなぐらいの方が負荷はかかりやすいです。これで30秒キープ。じゃあちょっと測っていきましょうか。せっかくだから一緒にやりましょう。いきます、よーいスタート。はあ、お尻きてます。これしっかりと足のかかとをかかと同士で押さえるような感じでやらないとお尻の一番入りたいところに入ってこないので、かかと同士で負荷を感じるように。できつくなってくると膝どんどんこう上がってお尻が高くなっちゃうので、ちゃんと1ミリ2ミリぐらいのところでキープです。さあ30秒経ちました。意外とすぐでしたね。これ30秒をまあ3回はやりたいですね結構ね
できると思います。やっぱりきつくなってくるとさっきみたいにだんだんこうやってお尻が上がっちゃったりとか膝高くなっちゃったりするんですけど、必ず膝は1ミリ2ミリ上がってるかな、つきそうかつかないかどれくらいかなくらいな感じでキープするとかがすごい重要です。でやっぱりお腹が抜けてしまうとこうなったりこうなったりするので、そこも大事なポイント、しっかりお腹を負荷を感じて平らにすることがすごい重要です。はい、では皆さんいきますよ、よーいスタート。膝、お尻上がりすぎないようにかかと同士で押し合って肘でね、グッと押して上に上げてあげるといいです。もうちょっと呼吸止めないで、30秒経ちました。お疲れ様です。あー、お尻上がってなかったですか？皆さんちゃんとね押さえてやってみてください。お疲れ様。普段結構ピラティスやったりとか、あのトレーニングパーソナル行ったりしてるの で特に今練習もあるから、やっぱ筋肉も休めてあげないと育っていかないので、最近はあんまりお家でこういうのやったりしないんですけど、やっぱショーが終わって、まあ、練習の量が減ったりトレーニングの量が減ったりしたらこういうのを家でやったりとかするようにしてます。では皆さんいきますよ、よーいスタート。はぁ、ね、膝お尻上がりすぎないようにかかと同士で押し合って肘でね、グッと押して上に上げてあげるといいです。もうちょっと呼吸止めないで、朝ちょっと動かした方が一日が気持ちいい人は朝起きてちょっと歯磨きとかして落ち着いてからやって意外と出るっていうのもあるだし、あの私みたいに追い込まれてからしかやらない人は寝る前が一番いいかなと思います。でも本当に毎日続けてるとお尻が上がってくるのが本当に分かるので、やってる時とやってない時のお尻のプリッとかが変わるので、ぜひ皆さんやってみてください。